やな、前にはずっとレス送ってるの。きついたにょーん。通知音でか間違いない。ゆってかわいありがとう。ありがとう、めっちゃ面白かった。ちょ、気づいた気づいた。こんばんは。ち、かなたくん。あ、めっちゃくまちゃんありがとう。くまちゃんありがとう。こうちゃんと配信で妹とゆななんがで、映るたびにかわいいって叫び、え、ありがとう。ゆななん、こんばんは。なかった活躍全然ですよ。ちょっともうちょっとあのバラエティ見ないとなと思いました。ほんまになんか間の取り方が下手くそで。うーか姉さんツイッターにやらねてとかレスした歌ありがとうございます。うーかさんマジであの後からさ、あれ唯一めっちゃ拍手してくれる。え、あれがうまいねん。嫌なもうパジャマ、パジャマでもないんですけど普通のトレーナー着てます。こんばんは。こんばんは。ナンバトル決勝現地で見てたけど明日が好きなんだ本当に。やってんだね、ありがとうございます。ゆななこんばんは、お久しぶり。来週試験頑張ってね。ゆなな今日買い出しありがとう。そこはくんとかくんとめっちゃ仲いいのでやっぱり気が合うんですよね、ああいうとこで。びっくりしました。私もさっきアーカイブで見てたんですけど、個人的にめっちゃ昼型 NNB48 の衣装が好きやから嬉しかったです。あとネイビーズアフロさんもこの間共演させていただいた時にめっちゃあのいじってくださって感謝ですね。どうもあーちゃんち、おばあちゃんちです。パクパク手に入れてください。今日昼方正面カメラ横に座った時、ゆななのキャラ最高。ほんまに嬉しいです。今日なんかあまり活躍できんかったなって思ってたんですけど嬉しいです、そう言っていただけて。パクパク隊の時とかゆななにしか隠し、優しいな、めっちゃ白筋、首だいぶマジになりました、ありがとうございます。なきゃキャラが濃いの間違いないです。こんばんは、こんばんは。まあ、テロップ書いてなかった。テロップ書いてなかったよ。カップクマイプも強烈、間違いない。久々に飲めたけど安定に。かわいい、ありがとう。衣装17、制服お疲れありがとう。こんばんは。ポニーテール可愛かった。もう今もう髪も洗ってストレートなんですけど。お疲れ様です、ありがとう。こんばんは。そう、初めてで昼は飛ば、なんかあの会場の感じとか照明とかめっちゃ好きなんですよ。あの構成もしたけど、ハッシュタグのゆななの好きすぎて一生見、ほんまに嬉しい、ありがとう。こんばんは、東くん、お花さんありがとう。七木すごい目立ってた、先輩方のおかげですね本当に。あ、ちょ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 、あーちゃん、あーちゃん
めっちゃ音出てる、めっちゃ音出てる、ちょっとおばあちゃんしっかり今日昼方入ってた？ランナーズハイで知らなかった。ピーちゃんハートありがとう。エリちゃんハートありがとう。こんばんは。あーちゃんちょっと音聞こえるから。ちょっと流してるよ。流れてる音。小さくても聞こえない、これめっちゃマイクやから。今もうなってしてるよ。うん、上でやろっかな、おばあちゃんに申し訳ないから。こんばんは。地上に上がって見れなくなりました。地上に上がって、やな、こんばんは。今日からテスト日だから。え、今日から遅くない？頑張ってね。やなん大好き、ありがとう。え、ブログ上がってない、まだ。ほんまに？昨日誕生日だったのよりひっそり。ガスニャン誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアトゥモロー。トゥモローじゃ、イエスタデイ。そんな何分気、ほんとにみんななんだよ、チキありがとう。そう、明日はね、夕方の時より漏れてる、泣いた。あ、昼方か。癒しありがとう。可愛いです。めっちゃタイプありがとうございます。漏れてる？嬉しいよ。なんだいすけ、ありがとうございます。パクパクタイ入りたい本当に可愛い、好き。なんだいすけ、ありがとう。仕事中にちら、好きな芸人さんどうしようかな。ピーちゃん、マーガリットありがとう。なんかバラエティあんまり見なくて。チッカナタくん、かわいい、ありがとう。なんかあんまりね、芸人さんとかも知らなくて。それこそユリアンレトリーバーさんとか知ってる。バラエティ皆さん見ますけどね。ドラマとか流行ったから全然、だから下手くそなんやけど、喋るの多分。こんばんは。てか多分間の取り方がめっちゃ下手くそやねんな、見てない、勉強しないか、しないとね。
つみさゆりさん、あ、知ってる知ってる、あのめっちゃさゆりさんってあの美脚の方ですよね。知ってますよ。ぽよよんやったっけ。なぎささん、あーぽよんよん、まあなぎささんすごいですよね。ピオラ、ピオラ。今日はセナナ登場しない。今日はセナナも家だから、ここはおばあちゃん家だからね、いてないの。なんかヤッホー、セナナんて、なぎささんで弟子入りさせていただきましょうかね。ももねさんはめっちゃおしゃべりよね。さっきあのももねさんは夕方ねねびって、ももねさーんと思って、家出じゃない、おばあちゃんに会いに来ました。今日もかわいい、ありがとう。そう、まだあのあやさんの卒校のね、あのアーカイブ見れてなくて、また後で見たいと思います。僕も好きな最強ツインペアなんだ、なんだ、間違いない。家のも自分で可愛いなと思いながら、またあのあ、ラブレター届きました、写真。え、てかブログ上がらないのよ、どうしてだろう。めちゃめちゃ楽しかったよ、ありがとうありがとう。たとさんがツイッターに写真載せて、あー、女ですか、ありがとうございます。いつも可愛いね、ありがとう。ラブレター18時23分に来てた。おばあちゃんとこはどこ、誰がいるの。おばあちゃんだけです。いやーって、なんでそんなに可愛いんですか。皆さんがたくさん愛情をくれるからです。2日で100日。皆
ナーズハイ100回くらい見た気がする。ゆうちゃんの一生懸命な姿で最近さらに気になってます。嬉しい。明日の公演外れた？土曜日で100日。嬉しい。じゃあもっと可愛くなってもらって山田で、やったー、ゲットします。パク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 タイム。100日記念パーティーしよう。ゆうきくんハートありがとう。昨日途中長くなる先輩、今度からブログの際シャラバイけど、それこそウーカさんなんて今まで喋ったことなかったんですけど、初めてこうやって関わる機会があって、すごく優しい方で、すごくなんか気が回るというか、さすが先輩だなと思いました。コロマンさん、ハットありがとうございます。ウーカさんの自己紹介めっちゃ好きなんですよね。いいな。でウーカさんに言ったらね、みんなに言ってるやろって言われちゃいました。コロマンさん、ハートありがとう。ゆうちゃん、ハート3連打ありがとうございます。まだ話したことない先輩、覚悟しときやーってめっちゃ可愛くないですか。うっかり。ランチさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。コナさんとも話しました。お話ひしひし言ったっけ、リハの時にも、リハの時にね、クククこうリハの時に、私間に誰か先輩がいてらっしゃって、ココナさんが横に座ってらっしゃって、パーティストの間の先輩が抜けた後に、なんかココナさんが地味に私の方に寄ってくださって、嬉しかった。キモい、やめろ。はい。ピッちゃん、だるまさん、ありがとうございます。でちょっと寄ってきてくださった、ココナさんって言って、もうキモい反応しちゃったんですよね。チッカナテクスター、ありがとう。かわいい、ありがとう。ユナナ、敵視。ユナ君、敵視されちゃってる。明日の声出ます。好きな先輩でウーカさん言われなくて、ごめんなさいけど、ウーカさんほんまに関わったことがなかったの、ごめんなさい。いや、もちろんウーカさんも好きです。はじしさん、だるまさん、ありがとう。あんまりけど、いろんほんまにみんな先輩好きなんですけども、いろんな方の名前出しすぎると DD とか言われちゃうので、どうしてもね、ごめんなさい。全員の名前が言えなくて、はじしさん、だるまさん、ありがとう。まだ DD なんですけどね。言いました。その後りゅうかさんに話しました。きょうめちゃん、こまるこまり。
いや、アイピはもうね、あのアイピがあのカリンさんの話してる時、あれと思って、前にあの好きと言っていたお二方はどこ行ったんと思いながら聞いてましたね。ハレボーさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。 NNB の元一期生の推しはあかりんさんです。あかりんさんですか。憧れの先輩あかりんさんです。こんばんは。前からエネルギーは知ってたの？はい、知ってました。NNB はオーマイガーぐらいの時から知ってます。ピッちゃんハートありがとう、エリリンハートありがとう。かまわー、明日コンディナなんだけ見ます。ありがとうございます。まだ見たことないんですか、ウィルウィルやれる公演。なのんこさんやねって、えピちゃんハートありがとう、すいひろくんじじありがとう。さっき小学6年生の時に書いてたブログ見たんですけど、その頃好きな芸能人島崎遥香さんって書いてました。あ、小学6年生から好きなんやねんよって。一番最初の期間ラップタイム知ってます。もうあきら先生から死ぬほど聞きました、その話。ちゃんハートありがとう。ゆなのピヨコさん、過去の記憶薄いタイプ、薄いんかな。いやけど一定の過去からは覚えてるかな。3歳とか2歳とか覚えてないけど、あんまりけど、ね、覚えてるよね。小学校ぐらいから記憶あるもんね。なんかわい大好きありがとう、ピちゃんハートありがとう。ふーわちゃんと話しますか。話しよう、明日の公演で。おお、嬉しい。なくん暗い中だってだってだって全力で踊って、恋なんかノーサンキューでしょ。まゆわちちゃんはお友達だなと思って、あ、そうなんですか。嬉しい、ななさんの音だって嬉しいです。タイムカプセル？ああ、埋めるやつないと思う。昔自分の家の庭？庭にあったかもしれないけど、ね、サイリウムカラーは薄ピンクと白です。なんこんばんは、こんばんは。タイムカプセル開けなんて、え、けどなんかすぐに開けた気する。
もう今ない気がする。なんかタイムカプセル埋めてなんかすぐに開けた気するな。輝き明日嬉しい。なの視力はいくつなの？マイナス、あのコンタクトやったらマイナス 3.75 です。電池の切れたピンクと白い電気、うん？なんかの今日ネビザフラさんのあのブログチェックでもっとなんか変なの指摘されちゃうかなと思ったら、逆にあのお褒めの言葉だった。褒め？しっかりなんか丁寧な言葉遣いで書いてるみたいな言ってくださって嬉しかったです。いやだ、あのメガネ博士みたいだよ。ママじゃないよ、おばあちゃんだよ。はじめまして。大丈夫かな。今日の昼方楽しかった、よかった。リュウジ、ハートの3連打ありがとうございます。ピンクだったの、濃いピンクだ。あ、そうなんや。多分ね、濃いピンクは桃音さんだったと思う。ピッチャーハートありがとう。グッドイブニングな、グッドイブニング。ピッチャーハートありがとう。メガネはあと2個ぐらいあったんですけど、まあ1個ねちょっと壊しちゃって、なんで壊れたんだっけな。なんで今1個、2個しかないです。ピちゃんハートありがとう。ココナさんが赤と白って意外ですよね。なんかピンクって感じがするのに。こんばんは。メガネなど見たことないかも。まだ書きますね。受験です、こんにちは。くちゃんハートありがとう。NNP ピンク好きそうなメンバー多すぎもんで。ピンク可愛いもんね。今ブログ上がった？やっとな。けどさ、大事な、一番大事なさ、ケンマートさん優勝おめでとうございますって書くの書いてなかったかもしれないと思って。ピッチャーハートありがとう。てっきりしっかりごめんなさいって感じで今日書いとこう。ミレさんは黒かける黒の意味。ミレさん何でしたっけ、ペンライトの色。 NNB で一番あくび娘。ユナのことあくびちゃんって呼んでくれてもいいよ。あくびちゃん可愛いから。チュバーチュービドバーあくび娘は素敵な子。大体7期生の中でアイピとフワリン枠だったからめっちゃ嬉しかったの。ピンクハレボーさん、クマちゃんありがとう。クマちゃん全部本当にランナーズハイの赤のね、ちょっとボーダーのやつ着てたやつもねめっちゃ好きなの。ハルボーさんのおすすめで遊びに来て、こんにちは、一緒にビオラになりますか。
あくびをさす魔性のアイドル、その名もあくびやな、ん？あくびちゃんの一筋のワイニャ。おー変わってる。ハートありがとう。私の声の DMM で見るけど楽しみ、ありがとう。変わったらダメ、いや嬉しいよ、ありがとう。嬉しい嬉しい。それなもあくびなな、あくびな、あくび、あくびちゃん、ゆなのことあくびちゃんって呼んで、もうこれからゆなのことあくびちゃんって呼んで。昔というか今もあるかもしれんけど、 LINE のスタンプでさあくびちゃんと LINE のスタンプ持ってるよ。明日の声初めて入ります、ありがとうございます。ミルビアドラクエ楽しみましょう。やな、あったらダメ、あくびちゃん。あくびちゃん、あくびちゃん、ピュアハウス名物あくびちゃんのファー。みんな呼んでくれてる。あくびちゃん、あくびちゃん、定期分も買わなきゃ。本当だ、いやなんかもうすっごい、ね、眠たくないよ、やにばあちゃんち好きなの、おばあちゃんち好きなの。聞こえてないみたい。さっきもっちゃん夢間違えられたんで画面、もうピオラビとかピオンジュって消えてるじゃないの。おこおこ、あくびちゃん大好き、ありがとう。こんばんは、んこそばんそうこう、エスリーハートありがとう。ピオラ100日記念日何する？ユナとショールームとピオラの100日記念日。じゃあね、挨拶だよ。知ってます、さやかさんの挨拶。一回あくびしたらさ止まらないわ。リナナハートありがとう。疲れてないでしょ。カラワン、かわいい、ありがとう。ナッチハートありがとうね。あくびカービィみたい。ピオラ100日記念の日はね、どれ着ようかな、何着よう、ちょっとおしゃれしちゃおう。プップー眠り姫ゆなな着
ナのシャツコの生地シナナンコンブありがとう。皆さん、イナのことがどれくらい好きですか？こんなに、こんなに、こんなに、こんなに。本当だ、最近全然カラオケしてない。イナの高校受験覚えてる。高校受験はね、合格発表の日お姉ちゃん一緒についてきてくれたの。もう不安で不安で仕方なかったんですけど、お姉ちゃんがついてきてくれたので安心して。お母さん、マーガレットありがとう。とても好きです。世界3位世界3位、嬉しいな。なんだっけ、ありがとう。前髪伸びてきたよね。伸びたろう、伸びたろう。お姉ちゃんめっちゃ優しい。今日まつげ着てるから顔がきつく見えるね。普段よりメイク濃いから。テレビ中継？テレビ中継受験が？チーズ料理何がでも、チーズ？なんやろな、チーズ美味しいよな。どういうのにチーズめっちゃかけるっけね。チーズフォンデュのチーズよりも何かの上に乗ってるチーズが好きなよね。なんか昔まで粉チーズちょっと苦手だったんですけど、最近好きです。チーズナン好き、チーズナン。まっちゃんだるまさんありがとう。なんていう名前の人では世界一です。やった。明日雨なの。うーん、パスタ、パスタ好き。ハンバーグ、あ、ハンバーグもいいね。さすがなんか食べ物の話になったらみんなどんどんコメントしてる。さすがパクパク隊員さんですね。あ、言っときますけど、ピュアラスパクパク隊員さんですからね。ユナとコハくんがパクパク隊長。パクパク隊長です。ユッチャス、こんばんは。ラチさん、クマちゃん、ありがとう。クマちゃん、なんで今日クマちゃんこんないっぱい。ありがとう。あれか、今日後ろにぬいぐるみとか置いてないから盛り上げてくれてるんだね。ありがとうね。副隊長どうしよう。コア君がいいの。どっちが隊長で副隊長で、ギナ隊長にしようかな、勝手に。パクパク、ちょっと後でコア君と相談してどっちが副隊長で、コアどっちが隊長にするか決めますね。僕就職ですけど、パクパク隊です。あの推しがパクパク隊長なのでパクパク隊員になります。かわいそうだ。その LINE の画面は後でラブレターに送るね。コハくん、なんてコハくんにか、どういう権威で2人のそれが決まるか。タイとして盛り上げます。何を、そりゃ年長優先
体調とか決めなくていいよ。具体的に対話何をすれば、あれですね、多くなるんですけど、ハッシュタグピヨカツって入れた後に、食べ物の時は食べ物にの時はハッシュタグパクパク体でつけといてくれたらいい感じです。食べ物の時はハッシュタグパクパク体も追加でお願いします。パクパク体があんなに一度低いって知らんくてさ、愛かも知らんかったやんってびっくりなんですけど、なのでこれからちょっとパクパク体広めていきたいと思います。あくび一つ一つ。びっくりした、一瞬あくび一つしかアイプ一つに見えて、いつの間に教えんと思った。ひらがなで、えなくんぷくがお、てかさ、今日めっちゃ時間経つの早くない？もう46分。じゃあちょっとカキカキしますね。ちょっと片手やからできるかな。パクパク、ひらがなでお願いします。パックンチョ、高校卒業しました。また卒業証書とのともにの写真載せますね。ニナだけまだやってないからね。おめでとうございます、ありがとうございます。すごっ、よし、今日ちょっとクオリティ上げますね。
だるまちゃんありがとう。全然違うわ全然違うかったちょっと自分の想像で書いてしまってた。全然違くて笑ったお目目がな、最近毎回難しいの。これか。オッケおお、めっちゃクオリティ高いかもしれん。ハッシュタグパクパク大ツイートしときました。ありがとう、いがしくはた、ありがとう。なん大好きなの、男子ありがとう。めっちゃいい感じになっちゃった。どうしましょう。ちょっと史上最強ぐらいいいかもしれん。それは思った。それは思ったけど、マジでいいかも。はい、できました。試験です。ナンバトレ好きになってありがとうございます。嬉しい。キュンキュン日曜日公演行きます。ありがとう。待ってるじゃん。あ、びっくりした。一瞬さ、このさ、画面さ、消しちゃいそうになっちゃった。はい、では今日のランキング、のみおくん。あんたが言うな、なんか。そうですよ。今日のランキング発表しますね。お待たせしました、大変。13位、いきなちゃん。あ、あっと、ポクポクとしてる。ありがとう、いきなちゃん。12位はぴょんさん、ぴょんありがとう。11位、みゆたん、みゆたんありがとうね。10、
中。ちいたらえじさん、いつもありがとうございます。今日はゆうちゃん、ゆうちゃん、やっほー、ゆうちゃん。あっちはまっつん、まっつん、ありがとう、いつもありがとうございます。七位はぜひろく、ぜひろく、ありがとうね。6位は、あ、これはあと、あくびもしもし、うれしい、あくびもしもし、ありがとう。5位は、あくび一つでのワインや涙のパクパクタイム長い涙の表面張力みたいな、ありがとうございます。4位はピッチャン、ピッチャン、ありがとう、びっくりびっくりびっくりありがとう。で、3位からこちら、デューデューン、それはラッチさん、ラッチさん、ありがとうございます。今日は楽しんでいただきましたでしょうか。ありがとうね、ラッチさん。2位がこちら、ちっかのたくん、たくさんありがとう、嬉しかった、ありがとうね、くまちゃん、くまちゃん、ありがとう。1位が、あれ坊ちゃん、今日見てくれてたのねありがとうございます。あれはさん、ありがとう、どうたこさん。ちょっと頭小さめのたこさんになっちゃったな。実はね、今日朝家で待ってましたね。ひらがた楽しかったです、ありがとう。ひらがた見てきね、おー嬉しい、ありがとうございます。ひらなんです、ありがとうございます。嬉しい、あのひらの下手くそな喋りを見て気になってとか言ってくださって嬉しいです。早くは最後に言いに来た、ありがとう、ありがとう、はじ、ありがとう、バイバイ、ありがとうね。最後、祝辞タイム、はい、前にいました、バイバイ、ありがとう。バイバイ、今来た、ありがとうね。明日の会も頑張ります、バイバイ。Twitter のチャンネル